マリオカートクッパの挑戦場からは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスーパー・ニンテンドー・ワールドに、ある、マリオカートシリーズをテーマにした、ライドアトラクションである。アトラクションの外観や街列は、クッパ城を再現したものとなっており、巨大なクッパの石像や、マリオカートシリーズに登場する、トロフィーなどが展示されているほか、クッパの書斎なども見ることができる。 アトラクションではマリオチームの一員としてクッパチームとカートで勝負を行う。マリオの帽子をイメージした専用のサンバイザーのようなものにライドにつながれた AR ゴーグルを装着した状態で4人乗りのカートに登場しレールをたどって水中やレインボーロードなどのコースを周回する。ゲストはカートの角座席にあるハンドルを使用しレース中にアイテムボックスから手に入れた。 緑コーラをクッパチームに投げつけたり AR ゴーグルに表示される矢印に合わせてハンドルを切ったりすることでコインを獲得できる専用のパワーアップバンドを登場時にライドにかざすことで公式アプリに獲得したコインが加算される仕組みになっているプレショールームではアトラクションのルール説明や注意事項のビデオが上映されるこのアトラクションのプレショー映像は ゲストがやらなければならないことが多いにもかかわらず、ほとんど映像だけで説明する。これは、マリオのゲーム自体、操作方法が簡単なのでそれを再現していると思われる。顔の向きによって、甲羅を投げる先を決める、狙うの説明では、顔を上に上げて、上部を狙うところを二次元的なアニメーションで説明する。メインの画面とサブの4画面を連携させることで、4人のリライドの ゲストに個別説明が行えるのもテーマパークでは新しい発想となる。本アトラクションは AR ゴーグルを使用したパーク初の本格ライドアトラクションとなった。これまで XR ライドは展開されてきたが VR ゴーグルの装着にかかる時間は回転率に影響を及ぼし頭に固定しないとアトラクション体験中にゴーグルがずれてしまうといった難点がある。 これを解消したのが、グラスとヘッドバンドを分離するという方式。プレジョー前にマリオの帽子をデザインしたヘッドバンドだけを配布し、ライド乗車後、ヘッドバンドに AR グラスを装着するという流れとなる。ゲストは自身でヘッドバンドを装着し、かつ装着するための時間にもかなり余裕があるため、自身の頭のサイズにしっかり合わせることができる。ヘッドバンドのサイズ調節が、 ベルト式ではなく、ダイヤル式なのも調整が効きやすい。さらに、ゲストの体に触れるのは、ヘッドバンドだけで、AR グラスは、ライドスへ置きのまま使い続けることが可能なため、ヘッドバンドのみの洗浄で問題ない。USJ、スーパー・ニンテンドー・ワールドを実際に体感しているかの、ような特設サイトがオープン。マリオカードや、アクティビティなどの追加情報も、ヤフーニュース。 2021年2月5日閲覧。カーペンター、ニコール、スーパー・ニンテンドー・ワールド・テーマパーク・オープンズ・フェブラリー、4、シーザ・ニュー、マリオ・カート・ライド、ポリゴン、2021年2月5日閲覧。オーランド、カイル、AR ・マリオ・カート・アンカーズ・ユニバーサル、S ・スーパー・ニンテンドー・ワールド・イン・フェブラリー。アルステヒニカ、2021年2月5日閲覧。AB、 マリオカートクッパの挑戦状のここが、すごいガジェット通信ゲットニュース。ガジェット通信ゲットニュース。2021年4月6日、閲覧。ありがとうございます。